どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとねー。私、映画チンピラお笑いコンビのジャガモンと斎藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回は、不幸映え女優特集。 はい。ということでですね、映画には欠かせない、えー、女優さん、ね。たくさんの女優さんがいらっしゃいますが、えー、その中でも、不幸映えする女優さんという話をしていきたいと思います。まあ、これはね、ずっとね、どこかで話そう話そうと、えー、私がね、思っていた、えー、案件でございます。まあ、やっぱりこの映画っていうのには、やっぱ悲劇っていうものがね、やっぱなかなか多い中で、その、悲劇、悲惨な目に遭う、えー、受け身を取る側の女優さんに、 やっぱりこの、ま、あいろんな女優さんいますが、特に不幸が映えてしまう。これはもう、褒め言葉です。めちゃくちゃ。えー、なかなかいませんからね。やっぱこの、なんていうのかな。なんかすごい悲惨なことが起きて、あの、女優さんが襲われても、いや、この子そんな風になるとかね。 この子そんな目にあったりしないだろうって思っちゃうこととかってやっぱ良くないですよね。うん、そうじゃなくて、いや、この子だったら本当ちょっとその不幸のリアリティ描くねみたいな、えー、そういう女優さんを僕なりに、えー、3名、えー、6になっちゃいました。3名選ばせていただきました。ぜ、え、ひ、ーまあ、ね、皆さんコメントで、いや、この人もいいんじゃないですかあの人もいいんじゃないですかみたいなのがあれば、ぜ、え、ひ、ー、指摘していただけたらな、というふうに思っております。はい。まずは1人目。これはね、僕ずっとどっか でね、本当にこの人ここそ、えー、一番、えー、話ししたたたたかかかかっっっななながんでもう無理やりバーを作ったこの人のために今日やってるぐらいの勢いでもあると思います。えー、日本の女優さんでございます。谷村美月さん。はい。えー、谷村美月さんでございます、えー。まあね、このパッと浮かぶ時に鳥肌、鳥肌で、ね、出てる子だとかね、思う方いると思う。もうこの鳥肌っていう時点で、 不幸じゃないかっていうことですよね。この谷村美月さん。まあ、一言で言うなら、この、こんなにこ幸薄な雰囲気が漂ってる女優さん、なかなかいないんじゃないかなと。しかもこの谷村美月さん、この、旅重なる不幸に、かこう、耐えちゃうんだろうな。逃げ出したりしないんだろうな。ってこう、真面目な人なんだろうな。なんかこう、ずっとこう、我慢して我慢して我慢して、ごめんなさいごめんなさいって、こう、こう、なんなら自分が申し訳ないと、この不幸は自分のせいなんじゃないかって、 思わせるような、思っているような、ごめんなさい、私が悪いんですって言ってるようなお顔をしてる雰囲気を出せるんですよね。これすごいですよね。やっぱ不幸が映えるっていうね。不幸が似合うなという、えー、感じなんじゃないでしょうか。ちなみに、同い年でした。僕とね、同い年の女優さんなんですが。 まあ、もはやもう、笑顔さえどことなくちょっとこう、寂しいという雰囲気ですよね。笑ってるんだけど、なんか裏でバックボーンなんかあるんじゃないかなとか、なんかこう、抱えてるんじゃないの大丈夫かなって気になってしまう、心配になってしまうような、そんな笑顔の持ち主が谷村美月さんでございます。まあ、具体的には僕、谷村美月さんの出てる作品ね、全部見てきてるわけじゃないんですが、えー、僕が見る映画、たまたまだのか谷村美月さん、非常に不幸な目にあっております。えー、例えば、 盲瞭の箱。これ、京極なつこさんのね、原作でございますが、僕が谷村美月さんを、あって思ったの、これかもな。この、中に出てくる、まあ、これちょっとネタバレにちょっとな、若干なっちゃうので、盲瞭の箱楽しみにしてる方、聞きたくない方、止めるか飛ばしていただくかしていただきたいんですが、箱の中にですね、入れられてしまう。獅子が、もう手足が切られて、箱の 中に閉じ込められてかつその箱の中で生かされるという役柄なんですよ怖い役ですよねで、これでも最後までこうまあどう生きてくるかというところはえぜひ見ていただきたいんですがこれもろに谷村美月さんがご自身で演じられているところもまあショッキングだなショックだなという、えー、感じがあります他に言いますとあと13位のしかこれ三池隆監督の、えー、リメイク版ですがこれはあのーまあ、知ってる方は知ってるでしょう元スマップのね永木五郎ちゃんがとんでもないこいつは殺さなきゃいけ いいいいけけななやと思ってしまうようよ悪い殿様もいるわけですがこの人がですね、過去にあった行いで、あんまりね、言葉あれですが、ちょっともう、谷村美月さんを、まあ、襲ってね、交換してしまって、さらに首を切り落とすという、最悪ですよ。で、その時にこの、えー、猿の骨はか、硬いのみたいなこと言うんですよ、五郎ちゃんが。最低 ね。本当んね、すぐ13人でぶっ殺してって思っちゃう、えー、作品ではあるんですが、まあ、この時の谷村さんのね、この旦那さんにこう見られてしまった時の、この表情とか、あー、服を奪えるなーっていう感じですよね。ね、この役割によって、やっぱゴローちゃんをやっぱね、絶対に悪い人だって、 こっちが思わせてしまうという、思わせる演出としての心理としての上手さとしても素晴らしいと思いました。さらにはですね、えっ、ー、と、その夜の侍という作品がありますね。はい。これは、まあ、元々演劇だったものがベースになってて、坂井正人さんと山田隆之さん。で、山田隆之さんが坂井正んの奥さんをですね、引き逃げしてしまうという役なんですね。で、その引き逃げしたので出所してきて、坂井正んが復讐をしようとする、えー、という話なんですけど、この山田隆之さんはビランですよ。山田隆之さんがね、この すんごい嫌でね、バーベキューバーベキューとか最悪の場面がもう多発する、もう山田隆之でっけれってなっちゃうような、えー、すごい素晴らしい作品なんですが、この山田隆之さんが途中でこのムラムラした勢いで、うーん、まあ、無理やりそういう行為にしてしまう相手が、えー、工事現場でこの働いてた谷村美月さんなんですよね。で、谷村美月さんでこれ成立するのはこの後なんですよ。このそういう行為をしちゃった後に、 谷村さんはですね、好きになっちゃうんですよ。山田孝之さんのことをね。 うん。それで、尽くしてしまう。なんなら、こう、家に入り浸って、こう、チャーハンとか作ってくれる。心配までしてくれるという。まあ、本人からしたらどうしようもない。えー、惚れてしまったんだから仕方ないという雰囲気なんですが、こっちから見てると、やっぱそういう男に手出さないでよ。不幸が映えますね。というですね。えー、そういう場面なんですね。うん、要は、えー、13人の資格とか、えー、モールの箱とか、殺されて悲惨、これも似合うみたいなものもありますが、えー、そのような侍は、 やっぱりその悲惨な目に遭った後に、その、そういうこう、男の暴力を振ってきた相手を受け入れてしまうという、 幸の薄さ、えー、見事だなという感じがします。はい。そして、近年で言うと、僕の大好きな白井さん。ね。白井さんでは、うこれもね、ネタバレ注意で話したいんですが、まあ、要はめちゃくちゃキーパーソンですよね。えー、谷村美月さんが何という役で、えー、この役を演じているのか、というものを、 えー、ちゃんと脳裏に入れていただきたいな、というような感じが、えー、いたします。はい。えー、まあ、こんな風にですね、やっぱりこの、まあ、もちろんね、幸せないかもやっておりますけれども、おまあ、目立つというか、あの、すごく出演する作品多いんですけど、この、見る映画見る映画で不幸な役をやると、そのイメージがもうガッとついてしまう。えー、この作、一本の映画を見たときに、この映画で一番不幸だった人は谷村美月だって毎回思ってしまうような、そんな ただね、不思議な魅力、えー、不幸映魅力がある、えー、女優さんだなぁと思ってます。ただですね、これ、毎回僕はこの作品、あ、う、の、ん、谷本美月さん出てると知らずに見たときに、ああ、まだ谷本美紀さん出てきたあ。これまた嫌な目に会っちゃうなぁと思って嫌な目に会うと、毎回悲しくなってですね、今度こそ次こそは幸せになってくれ。今度こそ何か、えー、気持ちよく終わってくれとか、毎回思ってしまうので、なんでこのディスプルーグみたいなね、うん。 デスプルーフの後半に出てくる女の子みたいな役柄うん。えー、要は、こう、抑圧してきた男性に対して、こう、一発ぶっ、ぶっ放す。かましてやるみたいな。そういうようなね、作品。作ってください、誰か。ね。谷村美月さん。主演でいけると思います。これも過去のフィルモグラフィーをね、見て、えー、まあ僕だけかもしれない。皆さんはどう思ってるのかわかりませんが、僕は、この、あ不え、不幸だな、マイケア不幸だなって思っている、えー、谷村美月ファンなので、僕からすると、 えー、そこが逆転する作品ってったら、まあ気持ちよく見れるんじゃないかなと僕は思ったりしております。続きまして、えー、ハリウッド編でございますね。はい。続きましては、アニャ・テイラー・ジョイでございます。はい。 えー、通称、アニャニャンでございますね。アニャニャン私大好きでございます。えー、ツイッターでですね、ベストオブアニャテイラージョイというアカウントがありまして、ぜひ皆さんそちらをフォローしてください。魅力的なアニャニャンがですね、たくさん放出されております。ね、見たことないものをたくさん放出されておりまして、中でもこのね、歩きタバコしてるアニャニャンがいいんですね。はい。僕タバコ吸ってるんですが、こんなの見られるとね、見ちゃうとこうやめれない、タバコやめれないな、みたいなね。いつか、 アニャニャンとでんつね、タバコミュニケーション撮りたいなーって思ってしまうような、えー、写真がたくさんあります。はい。まあ、あニャニャンね、これ、アニャニャンはね、一言で魅力を言うとすると、まあ、ホラー映えするこの人間離れしたスタイルと顔のバランス、そしてハスキーボイス、まあ、完全ならハスキーボイスじゃないんだけど、ハスキーボイスよりの感じ、えー、高い声じゃない感じね。あの感じがやっぱいいなという、えー、ところでしょうか。しかもこの、えー、ホラー映えというのはですね、ホラーという作品、まあ、めちゃ めちゃくちゃホラー作品出てますが、怖い側、えー、まぁ、あ、なんていうのかな、クリーチャーじゃないけど、人を怖がらせる側もできるような雰囲気もあるし、被害者側も映える。被害者側で言うとね、えー、スクリームクイーンとかって言いますよね。スクリーム女優といえば、ジェイミー・リー・カーティスみたいなとこもありますが、えー、まあ、そこのね、そういう、いわゆる、あの、ポストスクリーム女優的な雰囲気もあるんですが、どこかすごく怪しげな雰囲気がある。えー、一言で言うと、うさぎ顔ですよね。目がちょっと釣り上がってる感じとか、こう。 鼻の高さ。で、こう、口のこう、こういう、んってなってる感じ。うさぎ顔で、バニーとかね、めちゃくちゃ似合うんだろうな、なんて思ったりもしますが、どっちでもいけるっていうなかなかね、あの、ない。そういう意味でホラー映えするという意味でのホラー映えでございますね。はい。ま、作品で言うと、まず、ウィッチという作品がございます。これは、ま、何か言うと、魔女狩りに合う。うん。 魔女狩りにある魔女に間違われるという、早速不幸な、えー、展開ですね。で、これがまあ、オチどうなるのかっていうのはなかなか面白い作品だったりします。で、えー、一番有名なのかなスプリットね。エムナイト・シャモーラン・スプリット、えー。あいつにさ、24人格あるあいつにさ、拉致されちゃうわけよ。あの時のこの車の中で、この、あ、終わったって時のね、この印象深いんじゃないでしょうか。この、僕も LINE のね、あのー、 あれにしてますが、あの、こういう、この目の寄りのね、このこういう、怯えた顔の子、こうやって、こっち向いてたのこう。 こっちの方も、こうやって目、見てる時の、この目のうる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 の感じ、あの大きい瞳がうるうるする感じ、映えますよね。ああ、もう終わった、私は、と、悟ってしまう展開。で、しかもですね、その後、ミスターガラスというね、エムネイトシャマラン、唯一の、エムネイトシャマランユニバース、スプリットの続編に当たるわけですが、そこでの、やっぱりこの、アニャテイラー・ジョイの立ち位置というのは、えー、さっきの谷村美月さんの、その夜の侍じゃないけど、ちょっとそれに近いものがあるというか、あ、そういう、やっぱ、被害者だけど、そっち側に行き過ぎてないんだという 絶妙なバランス。それをね、やっぱ顔の説得力が、えー、維持しているというところ。素晴らしいんじゃないかなと思ってますね。あと、マロー・ボーン家の起きてというですね、映画がございまして、これも怖い映画なんですが、これはあの、主役じゃないんですけど、まあ、ある曰くつきの一家に巻き込まれて関わってしまうアニャ・テイラー・ジョイ、えー。それも悲しい。図書館のあの感じもか、ね、ね悲しいしね。うん、で、とんでもない目に会う歌っていうところですよね。はい。で、その後がニューミュータンツですよね。えー、やっと公開されて、 で、まあ制作伝としては2020年になってますね。マジック役。で、このニューミュータンズ X-Men シリーズ、FOX が作ってきた X-Men シリーズの完結編とされて、えー、いますが、まあ、昔からね話題になったホラー、初めてのホラーテイストであるというふうに、えー、言われていて、もう本編ね、あの、配信ですが、えー、見れるんですが、まあ カッコウの巣の上でとか、17歳のカルテとか、まあ、17歳のカルテが近いんですかね、ホスピタル青春映画みたいな、そういうノリなんですが、えー、X メシリーズいっぱい柔何作もある中で唯一のホラーテイストの中に抜擢されたのがアニア・テイラー・ジョイというですね、X メン、ミュータントということを少しこう、まあ、病気というかね、そういうふうに捉えている作品、えーまあ、作品とか作品内でそう捉えられているという作風なんですが、 そのやっぱりこう一番のこの中にいてこう悩みながらこういろいろ闇を抱えているんだろうなという役所に えー、挑戦しているという。まあ、これもね、あの、見事でした。もう、ハマり役でしたね。あの、強がってる、こう、凛とした美しさもあるし、かといって、ちょっと、こう、こう、まあ、こう、ぬいぐるみなんかを抱えちゃったりしてるような、一面もある、可愛さもあってとかってそのバランス、やっぱ見事、けんしてるように見えて、ちょっと弱い部分もあるんだな、乙女の部分もあるんだな、しかも、金髪似合ってるな、途中で髪型変わるの可愛いなな、熊みたいだな、みたいなのが、いいなあにゃにゃんな、っていう感じですよね。はい。ま、あと、あの、話題になってるネットウリックスの クイーンズ・ギャビネットですか。はい。あれもあのね、えー、チェスを、えー、する、えー、女性の話ですが、あれも、やっぱ、孤児というところから始まって、で、学校でも馴染めなくて、えー、ちょっといじめられる雰囲気もあって、えー、孤立していて、みたいな設定なんですよね。だから、こう、どの作品見ても、さっき谷村美月さんの話もしましたが、どちらかっていうと、こう、悲惨な目に合うんだけど、どことなく強さを感じる。だから、 こう、やられっぱなしじゃない、どこかでこう、芯の強さ、凛とした美しさみたいなのがあって、どこかで跳ね返せるんじゃないか、この子は。なんなら今、抵抗できているんじゃないかっていうのを顔で示せるっていう、これがやっぱすごいですよね。不勾配してるんだけど、どこかにこう、強さがあって、この子は負けないなって思える感じ。とはいえ、強すぎないっていう、このバランスですよね。これがやっぱ見事だなっていう感じですで。これちょっとシャーリーズ・セロンにも結びつくなーなんていうふうに思っていたら、なんと。 えー、マットマックス怒りのデスロード、チャリゼ・セロンが演じましたフィリオサのえ役ですね。あれの前日探。過去のフィリオサをアニャ・テイラー・女優がやるという。うん、怒りのデスロード見た方、マットマックス見た方ならわかると思いますが、フィリオサの前日探なんて絶対暗いに決まってるし、もう絶対妹ん上になんかやられるわけじゃないですか。で、しかもね、多分拉致されるとことかもあったりすると思うし、そこをアニャが演じるというね。 これ以上のハマり役いないんじゃないかって。まあまあ顔が全然違うんでそこどうするんだろうってとこもありますが。それからやっぱ福岡映え。えー、まあ今一番有名な福岡映え女優、美しい女優と言えるんじゃないでしょうか。ぜひですね、まあこれ一回やってるんだけど、キャリーのリブートキャリーのリブートちょっと出てほしいなぁというね。あのこう豚の血がバーって落ちた時にこう、やっぱ目が開いた時にやっぱこう目が目立つから、 映えると思うんだよね。豚の血映えすると思うんですよね。金髪だし。はい。黒絵のね、もう良かったけど、アニャ版でちょっと、アニャニャん版でちょっと見たいなという、キャリーね。すごいいいと思うんですよね。うん。あの、被害者でもあるし、えー、そこに対して抵抗する一面も見せるという意味でも、えー、見事にキャスティングできるんじゃないかなと思ってるんで、ハリウッドの関係者の方いたらぜひお願いします。キャリーのリブート版。主演はアニャニャンアニャニャン お願いします。さあ、そして今二人をね、紹介して、これで十分なんですが、まあ、三人目、私、えー、ちょっと紹介させていただきます。これはまだね、わ、え福、ー、不幸映えの中でもまだ若手、これから行くんじゃないかと。なんなら今めちゃくちゃ来てる方なんですけど、山田杏奈さんでございますね。はい。もう、ミスミソウから始まって、も、まあ、今 CM ね、車の CM でニコニコしてるんですけど、ニコニコ、あれ本当なのかなって思っちゃうぐらい普段の映画で不幸が映えすぎているという。幸せな役もやってらっしゃるんですけど、 それさえ疑ってしまうよううよよな破壊力があるということいこですよね一言で言うならですね、今までの二人とも近いところあるんですが、ちょっとね、また変わった屈折した、この子切れたらなんかやばいんじゃないっていう雰囲気もちょっとあるっていうのも、 お顔立ちがですね、ちょっと反抗的なんですよね。ちょっとこう、口元が特徴的で、それをめちゃくちゃ可愛らしいし、不幸映する理由でもあるんですけど、ちょっと反抗心もちょっとあるような、黙ってないぜ、みたいな、寡黙な雰囲気なんだけど、だし、寡黙な役多いし、寡黙な不幸映ではあるんだけど、なんかちょっと、 この子は、うやり返す、なんかこう、反抗心みたいなものを顔で感じるな、という雰囲気があるんですね。それがやっぱりバチッとはまったのミスミス。やっぱ大谷人形さんがね、いじめてきて、いじめっ子の、このね、足の、ここピッてき、ピッてきて、ピッて。 なるところとかあのキメ顔ですよねあそこからこう反転していく中学いじめ版アウトレイジというかこう振り子の原理が止まらないという暴力のレー止まらないというあの暴走をか影あの感じがですねアニャととかとまたちょっと違うこう溜めまくって溜めまくってバーンって最後爆発するようなうんそういう雰囲気もちょっとある感じがしますよねであの小さな声の歌っていうモンパチのねあの歌を元にした映画があったりしたんですけどそれもねやっぱねあの不幸っていうわけじゃないんだけどこのギターをね おらまあ、やわおらってやる場面があって、そこが一番いい場面なんですよ、山田アンナさんの。一番こう映える、しっくりくる場面うん。だからこう、やられっぱなしの顔をしてる雰囲気。 とか、不幸の雰囲気、オーラあーを醸し出しつつも、どっかでやったるぞっていう。谷村美月さんともちょっと違う。だから、谷村美月さんの,のとこに、プラスアルファ反抗心みたいなものをプラスしてる感じですよね。で、近年でこのチャンネルでも扱いました、愛宗シ,シンデレラリーも出てましたが、愛宗シ,シンデレラリーではそこまでね、不幸じゃないのに、まあ、お姉ちゃんがね、いろいろあるだけで、妹はね、まあ,ある意味、妹らしい役を演じてましたが、本当に幸せなのこの後なんかあるんじゃないのなんなら、 土屋太鳳ちゃんよりエグいことなんじゃないってこうちょっと疑ってしまうような、そんな雰囲気さえある、えー、感じがあります。また、樹海村ですね、決定的なのは。えー、ミスミソで始まる樹海村はやっぱ山田ンナさんの見事、あれで勝ったと言ってもいいぐらいの、えー、福映梅っぷり。しかもお母さんが足立由美さんね、お母さん役がね、足立由美さんって元祖福尾梅子役。 なわけじゃないですか。そことね、あらちみいなとこ並んだ時の、別にお顔立ちが似てるとかそういうことじゃないんだけど、あ、なんか親子なんだな。この不幸の匂い的に親子なんだなって思う説得力みたいなものもあるし、えー、山田アンナさんが、えー、樹海村劇中内であることをしてしまった後に、えー、ある、まあ、場所にいてですね、まあ、お姉ちゃんがですね、と語り合うわけです。で、その時のうつろな表情ですね。目の輝きが失った感じ、えー、色ある話をし始めて、お姉ちゃんがそれ誰から聞いたのって言った時に、うつろな目をして、 まあまあ、ママっていうところ、あそこ、ハッとしますよ。なんか、うわー、なんか、怖えーし、それまでのこの箱の下りとかを友達の家の引っ越しでなかなか手伝わない感じとか、箱をこう、ふわーっと追っかけていっちゃう。箱をあの、男の人が持ってった時に、あのーって言ってふわーっと持ってっちゃう。どこかね、なんかこう、なんていうのかなほっとけないほっとくとどっか行っちゃうんじゃないかみたいな。ふー ふわりした不幸さみたいなもの。不幸という風にこう乗ってどっかに行っちゃうんじゃないかと思っちゃうような、こっちが心配したくなるような、親心がくすぐられるような部分があるんですよね。で、アニャンんにんはそれがちょっとないですよね。うん、そういう部分はあんまりこう、そそられないというか、えー、親心がくすぐられるわけではないという部分。かつ、山田さんのラストですね。樹海村ラストで、うーん、なんて言ったらいいかな。 スタウズエピソード8のルークみたいなことをするんですが、それもしっくりくるという、反撃、まあみすみそほど反撃じゃないんだけど、なんかそっちの、 え、方向に行ってもしっくりくるような、えー、そういう役なんじゃないでしょうか。えー、これからいろんなね、役をやられる、えー、女優さんだと、えー、思いますして、私が不幸映えだとか言うのはあんまり良くないのかもしれませんが、まあ僕の中では特に不幸が特に映える、えー、素敵な女優さんだなと考えております。はい。ということで、以上3名のね、方々女優さん紹介させていただきました。えー、もちろんいろんな役をね、もうそれぞれ、女優さんってのはいろんな役やるものですから、一個のね、ことをやるっていう、ね、やり続けるって方もいますけど、いろんな ね経験をした方がもちろんいいしその女優さんらしい女優さんというのはそういうものだと、えー、思いますがやっぱこの3人は特にこのやっぱ不幸が似合いすぎてですね他の作品を見ててもやっぱこう影響が出てしまうぐらい他の作品で幸せだとえ本当にってこう疑ってしまうような。 これ悪口じゃなく褒め言葉ですからね。それぐらいマッチしている。なので、映画というものにやっぱ不幸とかね、やられ役、被害みたいなものって付き物多いものですから、やっぱね、ガン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 そういうね、いろんな役やりながら、不幸映え。もっともっとなんかこう、いろんな不幸映えを、えー、この3人の中見ていきたいなと思っております。えー、ぜひ皆さんの中で、えー、この方も不幸映えますよとかね、えー、この方は逆に不幸映えませんよみたいなのがありましたら、コメントで、えー、ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日もみんなで行ってみよう。みんな、 最後まで見てくれて、ありがとうねー。